皆さんこんにちは。いつも演奏動画をご覧くださいましてありがとうございます。テマーショルガン奏者のコジコジモヘジです。それではテマーショルガンを作るプロジェクトのエピソード3に行ってみたいと思います。前回の動画のコメントで、工程表っていうのがあると見てる人も分かりやすいんじゃない、そして自分もねこう今どこまでできてるかっていう把握をしやすいんじゃないのっていう素晴らしいコメントの意見をいただきましたので、ちょっと工程表っていうのを作ってみました。ちょうどこの辺に出るかな。はい、今ちょうどこういうところをやってますよっていうのをちょっと表してみました。予定では本当は上から順番に完成させてから次のプロセスへと行きたかったんですけども、いろいろ工具が届かなかったりとか予想外のことが起きてしまったりとかして、そこの作業ができなかったこともあって一つ飛ばしてその先をやったりとかしています。なのでちょっとここからちょっとその Vlog 的にね記録として残そうと思っている動画シリーズなので、もしかしたらちょっと順番が前後しちゃうこともあるかもしれませんが、まあそういうのも合わせて一つのプロセス過程ということで、お見せできればなと思います。はい、そして今は、リードボックスというのを作ってるところなんですけども、今回ねそれに必要な道具をいろいろ買いました。まだちょっと紹介しきれてないんですけども、今日はまずバンドソーっていうのを買ってみました。皆さんバンドソーって知ってますか？あんまり馴染みがない方も多いと思いますが、ジグソーだったら多分わかるかな。糸の子みたいなやつでこうやって刃が上下してそれをこうやって切っていったりする、もしかしたら図工とかでねこうなんかジグソーパズルを作ったりとか何か使ったことがある方も多いんじゃないかなと思います。そしてバンドソーっていうのはまあその仲間のやつなんですけども、刃がねこう輪っかになってて一方向にこう常に切るようになっているので、まあいろいろとまたそのジグソーとは違ったメリットも多くてですね、ちょっといいなと思ってました。今回テマーショルガンを作る上で、まあ、リードがとても大事なんですね。でもなかなかリードを例えばドレミファソラシドってやるときにドのリードレのリードってバラバラで売ってるのってなかなかなかったり結構高かったりするんですよ。なので今回はハーモニカのリードをちょっと使って作ってみようかなと思いました。そうするとハーモニカの中にリードプレートっていうそのリードがつながってる状態のプレートが入ってるんですけど、それを1個ずつ切り離すことが必要なんですね。そのカットにもちろん手作業でやってもいいんですけど、カットをしたりとかあとはその楽器に必要な木材をカットしたりするのに、あったらきっといいだろうなと思って買ってみました。今回のこのエピソード3はそのバンドソーの開封動画と組み立て動画と結構大変だったそれと実際にそのリードを、ね、カットしている様子とかをちょっとだけご紹介できればなと思います。もしよろしければ最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。では行ってみましょう。今日の動画はテマーショルガンを作るために買った工具を紹介していこうかなと思います。まあやっぱり工具がないといいものって作れないので、どうしても買わないといけないものがいくつかあるんですね。まあそれを少しずつ開封とかもしながらご紹介していこうかなと思います。まあ、今回はこういうのを買いました。見えますでしょうか？結構思ったよりも届いてみたら箱がでかくてびっくりしました。配送業者の人が「小島さん荷物ですよ」って思ってきてくれた時に「お結構でかいんだな」と思ってびっくりしました。ネットで買ったんですけど、商品を見て感じだとそんな大きくなさそうなイメージだったんですけど、結構届いてみたらでかいですね。で買ったやつが、バンドソーってやつなんですけど、まあもともと僕はジグソーっていうのを持ってたりしたんですけど、まあ、ジグソーだとこう刃がね上下にこうやって動いちゃって、まあメリットデメリットいろいろあるんですけど、まあ今回作りたいものとしてはこっちのバンドソーの方が良さそうだなと思ってバンドソーを選ぶことにしました。まあ何に使うことが多いかなと思うというと、まあ、今回のテマーショルガンで言うならばそのリードがねとても大事なんですけど、リード単体で例えばどの音だけのリードみたいな風になかなか手に入らないんですよ。まあもちろんこう海外から買うこともできるんですけど、そうするとすっごく高かったりするんですよね。まあ自分でリードも作れたらいいんですけど、さすがにそれは金属加工なんかもうすっごい難しくて、それを紹介してる YouTube の動画もあったんですけど、金属を溶かして型に流して削ってみたいな、あもうこれだけでちょっとリード作りで終わってしまいそうだなと思ったので、今回はハーモニカとか鍵盤ハーモニカとか、まあもともとそういってリードプレートっていうねリードがついてるものは
売ってるんですけど、それを切り出してそれぞれ音程ごとに分けて自分でリードブロックっていうのを作ってみようかなと思ってます。でそのリードプレートを、それぞれの音に分割するために、まあ、その金属のプレートがあるんですけど、それをこうカットするためにはい、これを使いたいなと思って買いました。もちろん木材のカットもねするんですけど、まあそういう目的で買いました。じゃあちょっとせっかくなので開けていきたいと思います。はい、これが本体になりますね。なんか自分ってこうよく言われるんですけど、まあミュージシャンでもあるんですけど、こういうなんか物を作るのももともとすごく好きで、多分まあ音楽家とかになってなかったらそういう物を作る系の仕事をやってたんじゃないかなって思いますね。でもこれよくあるあるな話ですけど、こう多分この動画を見てくださってる方の男性の方とかもちろん女性の方でもいると思うんですけど、こういうなんか工具ってワクワクしますよね。なんかまだ何を作るか決めてないけど、なんかこの工具があったらこんなことできちゃいそうかもみたいな、こうワクワクする気持ちとかってあるじゃないですかね。ありますよね。はい、諦められました。こんなのね買いました。はい、どうやらちょっと説明書を見た感じ、まず最初にここに刃をつけて、それからテーブルをつけたりするみたいなので、まずちょっと刃をつけていこうかなと思います。で、もともとついてる刃もあるんですけど、まあ、一緒に合わせて、こちらを買いました。はい、これ Amazon だとあのセットで売ってるやつなんですけど、まあ、あの刃のねやっぱり厚みがあるんですよね。まあ、リード自体がすごく、まあ、細いので、できるだけ細くて、まあ、金属を切るのに適してるやつを、買いました。ちょっと薄い木材プラスチック非鉄金属の曲線切り用のやつですね。はい、それを買ったのでこれをつけてみようかと思います。やっと開いた。やっとつけられました。こんなにむずいと思わなかった。はい、このホイールの上に乗っかってるんですけど、これがねまず難しかった。まあこれちゃんと貼れてるか一応確認して OK そうだったら次の工程に行きたいと思います。ちょっと厳重にね調節していこうかなと思います。でこれね、あの1人で僕はやってますけど、2人でやれるとなんか装着は簡単だよって書いてありました。そりゃそうだよねと思いながら、1人しかいないから仕方ないよね。はい、じゃあ一応これで刃がつきました。で次にあのテーブルをね、このテーブルをここにつけていきたいと思います。はい、持ってきました直角定規。まあ、持ってない人も多いと思うけど、そもそもこういう直角定規すら持ってない人が買うものではないってことなのかな。持ってる前提みたいな。まあ確かに、まあそうね、確かに何か物を作るの好きな人だったら、まあ、直角定規ぐらい持ってるって感じはありますもんね。はい、じゃあこれで直角を調節していくみたいです。下に、ね、傾斜を、これテーブルの傾斜を操作するやつがあるんですけど、それでしっかりなるようにまず調整するみたいです。はい、めちゃくちゃ試行錯誤してますけど、もうかれこれこれ1時間以上やってます。で同じ景色ばっかなので結構カットしてますけども、どうやらこの針のテンションはこの大元の大きいつまみをロックすることによって自動的にテンションがかかることが分かりました。さっきまでずっとそのちょうどいいテンションになってるにもかかわらずテンションかけすぎたりして歯が寄っちゃったりとかしてたみたいです。でここから先は結構細かい作業になるんですけども、なんかセリっていうパーツがあって、そこの調節をしてきます。あとベアリングですね。具体的にどこかっていうと、はい、これから調節していくパーツなんですけど、具体的に言うと今から調節していくパーツがこれです。まずここですね、このちょこんって出てるこれ、これをこのレンチで、ここのネジの締め具合とかで、この刃、うまく見せられないけど、この刃をね、守るためにあるみたいですよ。ここに触れるか触れないかぐらい、0.5mmぐらいギリギリまで寄せるみたい。そしてこの刃の後ろにある、このベアリングの位置もちょっとだけ前に出して、これも刃に当たるか当たらないかぐらい、
ギリギリで当てちゃいけないんだけど調節するみたいです。ちょっと細かい作業になりますが頑張りましょう。いきます。はい、今こんな感じですね。ちょっとまあ刃が左右に揺れるの気になりますけど、まあだいたい 0.5 ミリぐらいの位置でキープできてるんじゃないかなと思います。じゃあこれで OK にしましょう。一旦これで OK にして実際使ってみてまた微調整していこうかなと思います。スピードもねここで簡単に変えられますね。ちょっとスピードを速くすると当たっちゃうっぽいので、まあ、微調整しながらやっていきたいと思います。いいですね。はい、そしてまだ使うかどうかは未定なんですけども、こちらも入ってますね。マイターゲージってやつです。多分分かる人は分かると思いますけども、ここに棒をつけて、まあ、これでこう角度とかを調節したまま、まあ、ガイドにして指定した角度で綺麗に切れるように使ったりするやつですね。はい、こういうのも一応ついてるので、まあ、これから先使うもの次第でちょっと使い分けていこうかなと思います。まあ、こういう商品を買いました。両瓶のやつですね。まあ、もし参考になったよって人いたらよかったら使ってみてください。じゃあこれで切っていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。ここまで見ていただきました。この最後の動画のシーン のリードをカットするところ、すっごく怖かったです。結構僕ビビりなので、もうだって怖くないですか。あの歯とかがすっごい、本当はあんま近づけない方が、まあ、安全のためにはいいんですよ。もちろんそんなことは分かってるんです。それは自分も近づけたくないし、近づけなくていいんだったら近づけたくないんですけど、まあやるしかなかったので、まあ、一応安全のためにいろんな当て定規みたいなものを作ってみたりとかして、まあ、できるだけ自分の考えられる範囲で安全にやってみました。でもすっごく緊張しましたね。でもまあ無事にここまでカットできましたので、次の動画ではいよいよそのリードボックスを組み立ててみて、その切り離したリードをつけていきます。そして無事に音が鳴るのかどうか、ちょっと頭の中の妄想ではね、素晴らしいイメージができてるんですけども、きっと何回か試行錯誤しながらやっていくんじゃないかなと思います。でもきっといいものができるって信じて頑張ればきっとできると思ってますので、頑張りたいと思います。はい、もしこの動画とかこの私の手回しショルガンを作るプロジェクト頑張れって思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価などで応援していただけると嬉しいです。で、皆様からの応援コメントもすっごく励みになります。そしていろいろこのね動画を作ったりする上で、皆様からのいただいたアドバイスとか、こんなのがあったらいいよとか、この部分もうちょっと詳しく知りたいなとか、もしそういうのがあったら次の動画に生かしていきたいと思いますので、もしよろしければご意見いただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。こじこじもへじでした。皆さんも何か作ったり何か挑戦することってあると思いますが、一緒に頑張りましょう。それではまた会いましょう。バイバイ。